にちは。はい、板川さん。はいはい。はい、今日も3連戦を振り返る。はい、これ3連戦を振り返る。ね。ちょっとね、今回、はい。板川さん遠征先なんでね、リモートになりますが。はい。ちょっと聞きづらいね。聞きづらい点もあるかもわからないけども、はい、ご容赦ください。はい。ね。で、まずはセリーグからね、やっていきたいと思います。はい、セリーグはこうなっております。はい、ということで、巨人 DeNA は2試合で1勝1敗、はい、で阪神広島は3試合ありまして、はい、阪神が2勝1敗、はい、ヤクルト中日は2試合だったんですが、ヤクルトが2連勝ということです、ね、そうですね。まずね、巨人対 DeNA、行きたいと思いますけども、はい、まあ1勝1敗でね、分けた、まあ戸郷と石田の投げ合い、うん、ね、戸郷も絶好調で来たんだけども、まあ、石田の方が投球内容が上回ったということで、で、まあ、2-0 ということなんだけど、まあ、外のタイムリーの時に、やっぱ関根の走塁っていうのがもう素晴らしかったね。内野安打に記録されてるけども、やっぱ関根のあの走塁で先取点を取り、まあ、絶好調佐野宮崎のね、連打で、まあ、追加点を取ったという、まあ、石田は8回4安打で、まあ、巨人の方は打順の入れ替えとかね、まあ、したけども、はい、まあ、うまくいかずということでね、負けるということで、坂本がその試合で、まあ、代打で出場して2000試合を達成してるけども、そうでした、ね、ちょっとかわいそうな気がしたね、うん、代打なのか達成がと思ったけどもね、まあまあこれは状態が悪いというふうなことを考えると、まあ仕方ないのかなっていうようなことは言えます。で、2試合目、山崎伊織が今年初めて登板したんだけど、素晴らしかったね。やっぱシュートが、やっぱシュートを持ってるピッチャーっていうのは、やっぱある程度そのシュートがコースに決まればやっぱ勝つなというようなね、そういうことを証明してくれたと思うし、あとはやっぱり腕の振りがいいわ。うん、まあその中でまた打順を変えたんだけども、はい、まあその中にブリンソンと吉川がね、うん、前日は打順に入ってなかったんだけども、この2人が、まあ、活躍をするという、うんうん、で丸もね、非常に良くなってきたし、だからここの吉川とブリンソンを入れることによって、まあ、ある程度なんていうのかな、まあ、打順が固定に入ってこれるかなって、うん、調子も上がってきてるしね。でジャイアンツがこれ固定に入ってこれると点も取れるようになってくるだろうしね。だからまあこっから上を狙えるかなというような、なるほど、うん、感じがする。まあ中田もホームラン打ったりとかしてね、調子がいいし相変わらず、はい、うん、まあそういう試合でした、ね、ちょっと苦しい状況ですからね。まあそうだね、うん、で今永が21日にやっと登板するという ね、まあ、金曜日、ね、これはDeNA にとってすごく楽しみな、ねね、材料です。はい、はい、ヤクルト中日ね、ヤクルト中日は、ヤクルトが2勝0敗、はい、ね、2つ勝ったということで、うん、まあ、1戦目坊ちゃんスタジアム非常に相性がいいんだよね、はい、ヤクルト自体も、はい、で村上も先制打を打つんだけども、素晴らしくボッチャスタジアムで5割近い数字を残ってる、4割5分ぐらい打ってんじゃないかな、ね、私の地元なのでなんかすごい嬉しいですけど、そうだね、はい、で先制2塁打ね、打つんだけども、まあ涌井との投げ合い、サイスニードと、うん、でサイスニードは今年やっぱ力があるね、ボールに、うん、だからまあ中日打線も抑えられていくんだけども、まあ中日、ただし相手を上回る8安打を打ちながら0点と、でね、この試合でね、やっぱこう岡林、石川のクリーンナップなんだけども、はい、若きクリーンナップと言われてる ね、なんていうのかな、ボール2になって、うん、バッティングカウントなんだけど、ちょっとそこら辺で抜かれたりだとか曲げられたりすると狙ったボールじゃないのに手を出してしまうんだよね、う
だからせっかくボール2になってるのにやっぱこう絞りきれないというね、だからやっぱりまだ若いなっていうような感じがしたよね。でこの試合でやっぱこうアキーノの守備、これがやっぱりこう気になったというか、なるほど、ちょっとやっぱこう落球癖があるというかさ、だからここら辺はちょっと頭の痛いとこかなっていうようなね、まあそんな感じがしました。これがちょっと今後ねどういうふうに修正されてくるかってポイントになってきそうですかね。そうだね、でね田口がこの試合でセーブを挙げたんだよね。はい、でこの前広島戦にやられてて、どうかなというふうに心配したんだけども、まあ連敗を4で止めるね、まあ活躍だったということ。で涌井、はい、3試合投げて負けてるんだけども、はい、これね援護点が1点しかないんだよね。涌井はね素晴らしくゲームを作ったりだとかしてるんだけども、やっぱこう勝てるピッチャーの時に何とかして点を取ってあげないとやっぱ勝てなくなってくるよね。だからまあ野手陣ちょっとね涌井に勝たしてあげないとちょっとかわいそうだなっていうような気がした。で2試合目石川と柳、まあサヨナラでヤクルトが勝つ、中村がねセンター前に打って、ランナーを返すわけだけども、まあ言えばセンター前に抜けるような守備位置を取ってたらダメなんだよね。なるほど。やっぱねセンターが一番ホームに遠いからさせないんだよ。ということはセンターまあゴロのヒットだったんだけど、あれを抜けてるようじゃ守備位置の問題がどうだったのかっていうことは言われるよね。ただし、まあ、中日もねこの試合で奮起したのかどうか知らないけども若きクリーンナップが、はい、非常に活躍をしたと、まあ、その中でも石川がね、今シーズン初ホームランね打って活躍をするという、はい、ただやっぱ守備の差が出たのかなっていうねそんな感じがして、まあ大チャンスの時にさ長岡がセンター前のあたり抜けたと思うあたりをさ、横飛びで取ってセカンドランナー飛び出したやつを冷静に殺しに行ったんだよね。だからここら辺がやっぱりこう長岡成長したなっていうね。でも両軍ともこういう膠着状態になったら中継ぎがいいだけに1点を取るっていうのがねもう大変だわ。でその中でも大西がね、はい、買いまたぎでリリーフして、まあ、勝ち投手になったけどもね素晴らしい投球をしたと思います。 ね中村選手とヒーローインタビューもね、でも中日もね結構固まってきてるから、メンバーが、だからこれから面白くなるかなっていうふうに思ってます、はいはい、ただ秋野の守備はちょっと考えなきゃいかんね。だからといって DH がないから守りにつくしかないんだけどもさ、そうです、ね、ちょっと頭が痛いね。はい、で阪神広島、ね、ちょっとね表とは前後しますけど、はい、表とは前後するけども、はい、まあ、阪神が勝ち越したという、はい、ね、2勝1敗ね、1戦目、西勇輝と、栗が素晴らしい投手戦を繰り広げたんだけども、はい、1点リードの9回、栗林が出てきて、まあ、中野が逆転、サヨナラヒットを打つ、はい、ね、9球粘って打つんだけども、まあ、阪神も打てないね。こういうなんていうの試合をやってると、まあ、先が思いやられるというか、こんな試合なかなかできないからね。ただ広島も調子がよくこう甲子園に乗り込んできたんだけどもさ、はい、この試合の差っていうのは下位打線の差だったんだよね。で広島は下位打線に、まあ、小園とかいろいろ入れたんだけども機能しなかったんだ全然。ただ阪神の方は木浪が入ってて、木浪がチャンスを作って上位に回してサヨナラにつなげるんだよね。だからここら辺のちょっと差が出たのかなという、ただ栗林がちょっと心配だなっていうようなね、まあそんな感じがした。で2戦目は大竹と遠藤、ね、大竹がいいね。やっぱ水を得た魚じゃないけどもさ、チャンスをもらえてやっぱり非常に何ていうのかな、活躍するな。なるほど。でこの試合ではやっぱ阪神打線の 1,2 番が非常に機能したということと、やっぱ佐藤が打ったんだよね。お
でね、佐藤がやっぱ軽打を見せたんだよ、ランナーがいる時に、うん、だからそういうことで6点を取れたんだけど、はい、まあ、今季最大得点が6点なんだよね、阪神が。やっぱ佐藤が打つとやっぱこうなんていうのかな、点が入るっていうかね、うん、まあ、そんな感じがするよね、はい、で3試合目7対5西純也とアンダーソンの投げ合い、うん、今年西純也がちょっと調子が悪いね、うん、やっぱ失点がすごく多いということ、まあそれがちょっと気になるかな、うん、でもうこの 1,2 番も非常に出塁するし、はい、打線はこう大山とかつながるんだけども、でその後、井上が入ったりとかして井上も打ってるんだよね、はい、で梅野も打ってる、うん、その中で名前を言ってないのは誰かというと佐藤なんだよね、うん、うん、だから佐藤輝がやっぱ1人ノーヒット、やっぱね阪神のこれからのキーはやっぱ5番バッターだわ。やっぱ5番が打たないとやっぱ点になってこない。まあ最後でもね、最後でも栗林を追い詰めてるんだけど、やっぱ佐藤が凡退してワンアウトを上げて、やっぱこう栗林が息を吹き返すというね。まあ危なかったけど栗林はね。ただちょっと栗林の状態今後やっぱ心配になってくるね、広島は。うん、ちょっとね、あの WBC の時にね離脱してから、そうそう、ちょっとね、うん、まだ本調子というかには戻らない感じなんでしょうかね。そうだね、ちょっと心配なのと、うん、あの中継ぎがね本当は心配だったんだけど、うん、非常に頑張ってるんだよ、失点しないで、うん、でやっと栗林につないだって言った時に、うん、やっぱ栗林がピリッとしとかないとやっぱ今後やられるケースが出てくるよね。うん、うん、で阪神は5番バッターがやっぱ鍵、はい、ね、まあ佐藤をそのまま5番で打たすのか、はい、ちょっと打順を変えてみるのか、うん、まあ、ちょっと考えなきゃいけないだろうね。はい、そういうセリーグでした。はい、今度パリーグ、はい、ね、パリーグです。はい、パリーグはこうなりました。パリーグは勝ち越したのはロッテ、西武、オリックスですね。はい、西武は西武ソフトバンク戦は2試合だったということで、はいはい、他は全部2勝1敗ということですね。はい、はい、いきますよ。日本ハム対ロッテ、うん、ね、金村対小島の投げ合い1戦目。はい、これ豊さんね、3戦とも直接見てますか？そう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 、うん、で金村もいいんだけどもね、はい、ちょっと配球に問題があるかなって、ちょっとねしつこくインサイドを攻めて山口にガチーンと打たれて、うん、まあ、負け投手にはなったんだけど、まあ、小島も良かったけどね、まあ、その中で藤原智杉、この足で引っ掛け回す攻撃、まあ、素晴らしいね。ただ、奈良間新人で12球団、ルーキーでは初ホームラン、ね、見事だったけども、その後エラーからね、まあ、失点をして、まあ、その嬉しいのやら悲しいのやらまあそんな心境でね、複雑な感じに、あ、やっぱり日本ハムはミスが出るからもったいないんだよね。うん、で2戦目は伊藤と森、はい、で森ってプロ入り2度目か3度目の先発なんだけど、うん、やっぱいいね。うん、今日も吉井監督に聞いたら、あれ秘密兵器かって言ったら、いや特に秘密兵器ではないけども、はい、でも素材はいいですよと言ってたよね。うん、まあ確かに見ててまっすぐは速いし、まあいい球投げるよね。うん、でそのキャッチャー役の江村、はい、まあ昨年まで全然出てこなかったんだけどさ、うん、だけど非常にいいリードしたんだよね。うん、でこの試合、まあ、4対3というと接戦になるんだけどもさ、はい、ちょっと野村4番の、うん、これが4度の得点圏で、はい、凡打をするということで、うん、ちょっと外野フライで同点だとかさ、うん、ね、そういうことの時にこう打てなかったというね、うん、まあ、非常になんかこう若きクリーンナップ期待してた だけに、うん、ちょっと残念な結果に終わったけど ね、パ・リーグの若きクリーンナップは、ね、うん、そうだね、うん、ただ伊藤も好投してたんだけどさ、うん、ここも野手のエラーで足を引っ張られるんだよね。うん、だからちょっと、うん、投手陣もかわいそうっちゃかわいそうだよね、エラーが多い。で3戦目は鈴木とメルセデス、
2対0で日本ハムが勝った、はいね、鈴木アンダースロー、うんね、で南東派、うん、まあ、真っすぐでも130キロ出ないぐらい、やっぱね慣れてないわみんなが、こうそういうピッチャーに対応するのは難しい、いや逆にもう難しくなってるというか、うん、今もう150キロみんな投げるような時代になってきて、うん、で高速スライダーだとかさ、カットボールだとかツーシームとかね、まあ、いろんなボールを投げるけどもみんなボールが速いんだよ。でもね鈴木は110キロのカーブとかさ、だからこういうのに慣れてないんだよ。だから一つの武器だよ。だから6回1安打だもん、あのロッテ戦、ロッテ打線が、藤原なんか首位打者だからね今、それを完全に抑えるという。2巡目になったからってそうすぐ対応できるもんではない。いや、やっぱなかなかね、やっぱこういろんな球投げるんだよ、やっぱシンカーとかね、だから非常にこれからね面白い存在になるかもわからない ね、 そうですね、うん、でその中で2点取ったのは松本、はい、あ奈良間の犠牲フライね、はい、それで取ったけども、うん、まあまあ日本ハムも連敗してたけども、なんか打線は少し調子が出てきてるかな、だからこれから期待だね。ただロッテはやっぱすごいよ今、はい、藤原がいて山口がいて平沢がいてって、でもうじき高部と荻野が上がってくるんだよね。俺は監督に聞いた、どうするのって言ったら、いやどうしようかと思ってますみたいな。嬉しい悩み、まあ嬉しい悩みだよ、はい、いや層が厚くなったよね。うん、はい、で次西武対ソフトバンク、平と石川、うん、ね投げ合い、まあ石川がね結果的にはゲームを作れなかったんだよ。ただやっぱりこう打ったのは外崎ね、はい、外崎、中村、ペイトン、うん、ねこういうあたりがカカーンと打ってね、うん、攻略をしたんだけども、まあ平も良かったけども結果的には、はい、やっぱり立ち上がりに問題があるね。連続2四球でちょっとピンチを招いた時にワイルドピッチになるかなっていうのを古賀がものすごいいいフットワークを見せてね、うん、飛び出したランナーを刺してくれたんだよ。なるほど、うん、これでやっぱりこう落ち着いたかなっていうね、古賀、うん、やるじゃんみたいなそんな感じを受けたよ。ただこの試合ではね、うん、やっぱこう守備が光ったね。で西武って意外と源田がいるから守備はいいのかなっていうふうに思うだろうけども、うん、だけどミスが結構多いチームだったんだけどね、うん、だけど今年はね守備ももう非常にしっかりしてるなっていういうような感じがする。で2戦目隅田勝ちました、おめでとう。本当ようやくもうなんかこうこちらもほっとしましたけどね。え12連敗で止めたというね、ということですけど、でこの試合で若林がホームラン、牧野もホームラン、うん、ね、柘植のリードも良かった、うん、ね、で隅田は非常になんかこう気持ちを出してくるようになったんだよね。なるほど、うん、でガッツポーズとかもさ、うん、で出しながら投球ではこうちょっと抜いたりとかね、うん、非常にやっぱりね勝てるピッチャーだよあのピッチャーは。本来はね、本来はね、うん、変な記録というかね、うん、そういうのがなるようなピッチャーではないという、そうだね、ことですよね。うん、でねソフトバンクがねちょっとおかしくなってきてるんだよね。うん、やっぱ打線がね機能しなくなってきてる、でつながりっていうのがなくなってきてる。4番の栗原は頑張ってるけどさ、はい、だその前にランナーがいなくなってきてるんだよねだんだん。だから出塁率が悪くなって、だからちょっと連敗したけども、うん、ね、次のカードはロッテので金曜日に佐々木朗希がソフトバンクに当たるんだよ。あ、だからここら辺はねソフトバンクはやっぱ踏ん張りどころかなっていうふうに思うよね。うん、うん、でね西武のね外国人ペイトンと牧野、はい、これは日本の野球に合ってるわね。あそんなことを前回もそうそう、やっぱいい外国人取ってきたよね。うん、だから打てない打てないと思ってたんだけど、いや外崎元気がいい、中村4番で仕事してくれる両外国人、だから非常に今一番勢いがあるかな西武がね。で今日ロッテのバッティングコーチに聞いたら、はい、西武のピッチャーいいって言ってた。やっぱああ、うん、
まあ投手王国になってきたね西武がね。で最後オリックス楽天、はい、ね、山岡則本、まあ山岡も則本も良かったんだけどもさ、やっぱ浅村が打つと強いね。浅村が2打席連続のホームランで、1000打点をマーク。で現役で1000打点をマークしてるのはあと2人いるけど分かる？え？浅村以外にあと2人1000打点をマークしてるんだけど、はい、誰だか分かりますか？この長いプロ野球の間でですか？いやいや現役選手で今の？あ今の千打点、これがね中村おかわり君と中田翔なのよ、はいはい、で浅村ちょっとねあのベテランの人じゃないと千打点は届かないから村上選手とか違うなっていうのは思ってたんですけど、でもねすごいあのみんな大阪桐蔭なんだよね。おすごいねやっぱね、やっぱ浅村が打つとやっぱ勝つというね、うん、ただやっぱりこう逆転を許したのは守備の乱れからねちょっと逆転を許す形になったんだけど、これはちょっともったいなかったね。で2試合目田島と早川両方とも素晴らしかったんだけどもさ、まあ田島が8回4安打1失点で昨日打った浅村をピシャッと抑えたんだよね。だそしたらやっぱ点が取れないというね、楽天は楽天はもう浅村1人抑えとけばなんか点にならないぞみたいな、そういう雰囲気になってきてるよね。なるほど、うん、で3試合目山崎幸也、はい、藤平、うん、3対1オリックス、はい、これ楽天は1点取るんだけど太田のホームラン、はいね、キャッチャー太田のホームランで1点を取る、うん、だけどその1本だけなんだよヒットも、うーんこれじゃやっぱり勝てないよね。ただこの試合でオリックスは、うん、中川、宗、森、うん、この1、2、3番を組んだんだよね、はい、これが当たったね、うん、まあ当分ねこの中川、宗、森の1、はい、2、3番、うん、これが機能してくれたらやっぱオリックスはある程度点を取ってくるかなっていうような感じがするよね。うん、うん、だからこのままなんかこう続けてほしいなっていうね、そんな感じのパリーグでしたね。まあまあ、あのうんうん、まあ、全体を通してもいろいろねチームの状態も本当変わってきますね。そうだね、巨人がね少し良くなってくるかなっていうのと、うん、まあ阪神は5番、うん、ね誰を打たすかね、広島はあの中継ぎが頑張ってるから栗林ねちょっとどうなのかなっていう、うん、体が大丈夫かなっていうのはちょっと心配するよね。ああまあヤクルトも相変わらず打てないけどやっぱ投手陣が頑張ってるしね、うん、ああまあ日本ハムも多少上がってくるでしょうこれで。ソフトバンクは踏ん張りどころ、ああ、まあ、西武は勢いに乗ってるよ、まあ、楽天は浅村頑張るとね、まあ一人に耐えるのは良くないけどさ、はい、まあ頑張ってほしいなと思います。はい、またね次の3連戦も、はい、楽しみですね、はい、そうですね、はい、はい